ば、ヨーロッパに結構全国に展開している、ドイツ系のスーパー、リドルにやってきました。まあ、全般的にこのリドルはお安いので、結構庶民的な感じですね。では行ってみましょう。感染防止のためにね、普通のねアルコール消毒です。さあ、じゃあ買い物してみましょう。はい、皆さんこれ、これね、私が皆さんにおすすめしたい商品の一つがこの洋梨です。これどうやって皆さん食べるか、これはあの次回の動画でお見せしましょう。パンもね、なんか焼きたてっぽい。こういうサラダね、ベビーリーフサラダ、これも買っておきましょうか。ナッツ、はいはいはい、ナッツもいっておきましょう。ここで私がおすすめしたいのはこの生ハムとサラミのセット 2.29 ですけどね、これは 1.69、 こっちの方が量多いですね。クオリティの差でしょうか。どっちにしようかな。こっちはニューっていう感じ、新商品なんでね、ちょっとお安いこちらにしてみましょう。さあさあさあ、皆さんご覧ください、これですよ、ブルスト。これブルストっていうのはドイツ語読みでソーセージの意味なんですけど、やっぱね、本場のを食べないとでしょうね。いや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 、じゃあこのチリが入ったブラッドブルスト、やっぱドイツのメーカーが作ってるっぽいんでね、これちょっといってみましょう。アイス好きにはもうね最高でしょ。ハーゲンダッツとか置いてますね。こうミニカップ 1.79 ポンド、いや外せないのはこれですよ。このねイタリア食品コーナー、特に気になるのはこのねポルチーニだけですね。ポルチーニこれは美味しいでしょう。まあこの量にしてはね、やっぱりそれなりにしますけど、ちょっと行ってみましょうか。これはね、はい、グリッシーニね。これ生ハムをねこれに巻きつけて食べる。行ってみましょう。イギリスにいながらイタリアンを追求しちゃってますね。せっかくポルチーニだけを買ったんで、パスタをね作れる材料を買いましょう。この全粉粒のちょっと茶色にねなってるパスタ買ってみましょうかね。お、39ペンス50円ぐらいってことですか。50円とか70円ぐらいですかね。これいってみましょうか。ソースがね、たくさん絡むようにトマト缶ですね。
チョップドトマト。うん。35ペース。ウィズオニオン&ガーリック。これはウィズハーブ、バジルとかいろいろありますね。ほうほう。いろいろありますね。ウィズバジルとか、オニオンガーリックとか。35ペースです。いいですね。もう一個ぐらい買っちゃおうかな。OK。ピクルスですよ、ピクルス。あんまり日本の食卓に一般家庭に並ばないでしょうけども、まあ、ヨーロッパでは東ヨーロッパ中心に、まあ、どこでもポピュラーに食べられますね。これちょっと行ってみましょうか。やっぱチョコの占める割合すごいですね。チョコ全開ですね。同じカカオ 70% でもいろいろ味が違いますね。ラズベリーやったりソルテッドキャラメルとか。あ、これはあプロデュースドインジャーマニー、ドイツのチョコなんですね。これ行ってみましょうか。チョコも買ったんで美味しいコーヒーをセレクトしましょう。どれにしようかな。 1.72 だから、そうですね、まあ、300円以下ですね。豆が安っ。コロンビアかイタリアンか。これよりストロングな感じ。チョコレート的な後味。イタリアンは。こっちはより滑らかな。コロンビアは。ナッツのようなフレーバーってことですかね。どっちだろう。コロンビアでいきますか。スタンスをこれだけね入れてみました。いくらぐらいになるんですかね。ちょっと見てみましょうか。もうスキャンしてるとどんどんぶっ込んでいきますね。さて、まあ約15ポンドですね。これがリドルの買い物でした。さあ、それでは見てみましょうか。今日買ってきた商品を並べてみてみます。いやー、イギリスにいながらイタリアの商品ばっか買ってるというね。ドイツとか、これドイツ、ドイツ、イタリア、コロンビア、コロンビアのコーヒー、これが唯一イギリスかな、おそらくね。イギリス食がないんですね、こうやって見ると。次回はね、コテコテのイギリス料理を、皆さんにお伝えできればと思うんですけども、今日の夜はこのポルチーニだけを使って、パスタと、あとはね、このグリシーニも前菜にとって出してみようかなと思います。ではさて、このね乾燥ポルチーニだけをお水で戻して、パスタを作っていきたいと思います。
これ水で戻すのに 4,5 時間かかりますんで、ちょっとね手間がかかりますけど、手間を惜しまず。あー、すごい香り。ちなみにポルチーニだけは養殖ができないものなんですよ。だからまあイメージ的には松茸みたいなものでして、本当に天然物なんですよね。あー、すごいな。あー、すっごい。何これ。ポルチーニ、贅沢にね。世界的にはもうポルチーニ茸といえば、まあ、まさにキノコの王様のような感じですよね。Thank you.